日本神奈川県相模原市南区上鶴間鶴間村、上鶴間村、下鶴間村周辺の現在の区画。地区分割や編入も繰り返されているため、江戸時代の区域とは必ずしも一致しない。上鶴間は神奈川県相模原市南区の地名。現行行政地名は、上鶴間1丁目から上鶴間8丁目で、住居表示未実施の大技上鶴間が、 在日米軍相模原住宅地区に残る、郵便番号は252-0302。なお、この項の歴史の不死では、元の大和上鶴間の区域全体について述べる。旧大技の区域全体の現状については、相模大の上鶴間本庁の各校も参照されたい。相模原市南区の東部に位置し、東は国道16号を境に、 道区上鶴間本町と、西は小田急江ノ島線を境に、道区東林間と、北は道区相模大野と、南は市境を挟んで、大和市の下鶴間及び月宮と隣接する。一丁目から八丁目に分かれ、ほぼ中央部を貫流する深堀川を挟んで、東側が一丁目から三丁目、西側が四丁目から八丁目となっている。深堀川は、元は、 相模原第一条の中水に由来する大沼、小沼などを水源としていたが、現在では相模大の7丁目、9丁目よりも上流では暗渠化されている。上鶴間の区域内では狭く深い谷をうがちながら、緩やかに蛇行しつつ南東に向かって流れ、本来は大和市内を流れて目黒橋付近で境川に合流していたが、大和市内の宅地開発と相模原市側の 下水道整備事業の一環として、市境直前の鶴舞橋付近から第一地,地下を短落する深堀トンネルが1968年に竣工し、大和市との境界付近で境川に注ぐようになった。その結果、本来は深堀川の下流であった大和市区間は目黒川として別個に独立した川とされている。域内は、 深堀川沿いの谷も含めて、ほぼ全域が宅地化されているが、多くは無計画に個別に宅地化が進められたために、元の農地の地割りをそのまま継承しており、細長い区画や袋工事など複雑な街路網が見られる。小田急の東林間駅前を横切る街路に沿った6丁目、7丁目に商店街は形成されているほか、主に徒歩圏内の住民を対象とした。 スーパーマーケットが立地する。これに対して1丁目から3丁目の国道16号沿いには自動車による来店者を対象とするロードサイド店舗が多く出店している。農地はほぼ消滅しており、雑木林も山都市との境に沿って8丁目の南端にまとまった面積のものが分布するのみである。住宅地の地下は2017年の工事地下によれば、 上鶴間6の8の4の地点で22万6千円平方メートルとなっている。明治初期まで、相模国高座郡上鶴間村。高座郡大野村、同郡相模原町を経て、1954年以降は、相模原市、2010年からは、同市南区に所属。鶴間は元来、現在の相模原市南区東部及び、大和市北部、さらに、 東京都町田市南部にまたがって広がる地名である。相模国高座郡に属するが、近世初期に境川が武蔵国との境界とされたため、左岸の区域が武蔵国多摩郡鶴間村となった。これが現在の町田市鶴間となる。右岸では南北に二分割され、北藩が相模国高座郡上鶴間村、南藩が同郡下鶴間村となった。校舎が 現在の山都市、下鶴間などとなる。上鶴間村は、現在の相模大野地区や、東林間地区など、南区東部の広い範囲を占めていたが、古くからの集落は、境川沿いの断丘崖周辺に分布し、村域の大部分を占める相模原台地上は、相模屋と総称される原野の一部であり、草刈場として、周辺の尊の入会地とされていた。江戸時代後期には、 神奈川王冠沿いに集落が立地するようになるが、深堀河合生の開墾は主に明治期に入ってからのこととなり、親村となった、東村内の集落名から、谷口新海、中村新海、篠原新海、中和殿新海と呼ばれた。これらは新海と呼ばれ、西米神殿、矢部神殿、淵延殿、大沼神殿といった江戸時代に開かれた神殿と区別される。 明治初期に養蚕が盛んになると大地上には桑畑が広がるようになった。上鶴間村は江戸時代を通じて幕府直轄領、または旗本領とされ、幕府崩壊後の1868年に明治政府直轄となり、神奈川府、ついで神奈川県の所属となった。1889年の町村政志向に際して同軍の上阿部村、阿部新田村、 淵延村、宇野森村と合併して、高座郡大野村の一部となった。高座郡大野村の発足により、旧上鶴間村は、同村の大技上鶴間となった。1908年に横浜鉄道に国有化。現 JR 東日本横浜線が開業し、現町大気が開設されると、境川を挟んで同駅に資金なく域で市街化が始まった。 1927年、小田原急行鉄道小田原線が、また1929年には、同江ノ島線が開業した。開業当初、小田原線は、東大寺内に駅を設けず、江ノ島線との分岐点に、信号場を置いたのみであったが、江ノ島線上には開業と同時に、東林間都市駅を設けて、同社資本による林間都市開発事業が進められた。しかし、 当時としては、都心から遠すぎたことから、宅地の販売は進まず、この事業は頓挫した。これに代わって1937年、ザマ町と新磯村にまたがって、陸軍主管学校が移転してきたことを皮切りに、東大寺内にも、臨時東京第三陸軍病院、電信第一連隊及び陸軍通信学校、現町田陸軍病院と、陸軍施設の進出が相次いだ。 これに合わせて1938年、小田急小田原線上には、通信学校駅、相模原駅が開業している。相次ぐ、陸軍施設の進出を背景に、軍部の要請もあって1941年、大野村は、同じ軍の上水町、座間町、相原村その他と合併して、高座軍相模原町の一部となった。相模原町は1954年に、 市政志向して、相模原市隣に再分離、東大技も相模原町、ついで相模原市の大技となった。1945年の敗戦後、旧陸軍施設の内臨時東京第3、陸軍病院は、国立相模原病院、陸軍通信学校は、学校用地などとなったが、相模原陸軍病院と、電信第一連隊の敷地は、新中軍に接収された。 前社は、米陸軍医療センターとして利用されて1981年に変換されたが、相模原住宅地区として利用されている後社は、現在も変換されていない。昭和初期以降の養産業の衰退とともに、大地上の桑畑の多くは、野菜の畑などに変わり、近郊農業が主体となった。水に恵まれなかった大地上において、 1949年に着手された相模原開発派立ち考事業は大きな期待を持って迎えられ、1963年度に相模川を水源とする用水路が完成して、そのうちの東完成をはじめとする用水網が東大寺内を潤した。しかしその頃には農地の宅地化が進行しており、用水はあまり利用されることなく1970年には、 利用者の組合が解散、通水は停止された。東幹線跡は、現在、緑道として整備されている。遠く域に宅地化の波が及ぶのは戦後、特に1960年代以降である。小田急の3駅及び、横浜線原町電駅に近い区域から急速に、宅地化が進行した。1959年に、日本住宅公団によって、 相模用の団地が建設されたことから、同団地に、最寄りの相模用の駅周辺が、相模原市南部の商業中心として、発展を始めることとなる。市街化の進行とともに、1967年以降、相模原市は、以下のように東大寺内で、相次いで、住居表示による新町の編成を実施した。住居表示実施区域内の町名として、上鶴間、 上鶴間本庁が新設され、現在では、米軍住宅地区にのみ、住居表示未実施の、大技上鶴間が残っている。2010年4月1日、相模原市の政令指定都市以降により、同市の南区に所属することとなった。一説に、昔、鶴が飛来したという、鶴舞の里に由来すると言われている。2018年1月1日現在の世帯数と、人口は、 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。